ヒメウズラは、キジモクキジカウズラ属に分類される鳥類の一種で、ある。キジカ最小種の一つ。体長は7から10センチメートルほどで、ウズラの半分ほどの大きさ。頭が小さくて、体が丸く、尾が短い。オスはやや青みがかった灰色で、顔は白く、頭と背の部分にかけて、黒のまだら模様がある。胸から腹にかけては、赤茶色をし。 喉部分に白と黒の、はっきりとした月の輪状の模様があるものとブルーフェイスと、いって、月の輪状の模様がないものがある。メスは、頭と背の部分にかけて、褐色の地に黒の細かいまだら模様があり、胸から腹にかけては、模様がない。ただし、色変わり種として、ホワイト、ブラウン、シルバー、シナモン、パイド等様々な灰色が存在し、同じつがいから、 様々な灰色のヒナが誕生することもある。ヒナのうちは、交際がないが成長とともにオスは、腹部橙色に変化し、首に、三日月のような模様が出る。メスは黒いまま変化がない。だが、一部の種類は変化しない場合もある。生後6週ほどで色変わりして、大人の灰色となるため、孵化直後黄色であっても、しばらく成長すると白となるなどの灰色の変化がある。 鳴き声は、うずらと比較して小さく、この点からしても、ペットとして好まれる要因となっている。オスは求愛の際に、メスの頭の羽をむしることがある。また、ヒメウズラを飼育する人は、ウズラーと呼ばれることがある。東南アジア、オーストラリア、茂みや農耕地などの草地に生息し、地上で昆虫類や穀類などを採示する地鳥、つがいで行動し、メスが放卵する。 卵には、柄付きとそうでないものがあり、ベージュの無地で2センチメートルほど、薄い茶色で表面に小さな斑点がある。うずらとも、生殖行為は行うが、自然交配は不可。うずらと異なりヒメウズらは、国内の野生種はなく、課金よりペットとして飼育される。このため国内で流通しているヒメウズらは放卵することが少なく、不可には不可器を使う必要がある。 気象能力も低いことが多い。ありがとうございます。